では今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。断捨離トレーナー3期の星川照代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も星川さんと同じく断捨離トレーナー3期の新井瑞恵です。今日はよろしくお願いします。で今日はですね、なんで2人の YouTube を撮ろうと思ったかと言いますとですね、2人で講座をさせてもらったりだとかお話しする機会がよくあるのも、なんか共通点がなさそうであるなっていうことに気がついて、でそれは何かっていうと、2人とも実家に住んでるんですよね。自分の実家に住んでいて、でそして断捨離トレーナーになるときはその実家の断捨離をしてたんですよね、きっと。で、未だに実家に住んでいるっていうことで、実家の断捨離にすごくお悩みの方がやっぱりお客様でも多くいらっしゃるので、何か私たちがお話しすることで解決のヒントになるんじゃないかな、なったらいいなっていうことで、ちょっとお話をしてみようかと思いまして、声掛けをさせていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、2人ともの共通点はまず同じ時期にトレーナーの研修に行ってトレーナーになったということで、うん、今私たちトレーナー活動して5年目になるんですね、うん、でそして場所が東京からちょい離れていると。まあね、でもまあ、瑞恵ちゃんはでもそうは言っても埼玉ですから。そうですね、私、うん、そうは言っても通勤圏ですからね。はい、私は静岡県ですけどね、うん、関東圏というか、うん、ですけれども都内ではないと、うん、かなり田舎ですね、そうですね、うちも田舎だから、うん、まあ、田舎具合って言ったら、うん、まあ、田舎な、はい、まあ、近所の人たちとの付き合いもあるっていう感じですね、うん、あります、はい、近所の目が気になる、うんうんうん、っていう感じ、はい。そして、昔からそこに住んでらっしゃるんですか、星川家は。うん、うちは長いですよ。私で13代目ぐらい。おお、すごい。13代目で一人っ子だから13代目を担ってるんですね。そう、好むと好まざるとに関わらずってとこですね。うんうんうん、うちはですね、母の方の祖父母はすぐ近くに住んで、うんうんうん、父方もそんな遠くに離れてはないんですよね、うん、まあ、みんな埼玉県 で、そして、2人ともですね、実家にずっと住んでるわけじゃなくて、ある時に実家の方に戻ってきたんですよね、うんうん、でその戻ってきたのも好んで戻ってきたっていうよりはいやいやというか、そうですね、帰らざるを得ない。そうそう、瑞恵ちゃんはどういう理由だったんですか？はい、私はですね、自由自適に暮らしていて、うん、実家に帰るなんてそんなのありえないと思ってたんですよね、うん、なんですけれども、うん、父が病気になって、それをきっかけにもう戻らざるを得ないっていう状況になって戻ってきました、うんうんうん、でもずっと実家に戻るのも嫌なんですよ。なんでかっていうと、まず人と暮らせる、もう二度と人と暮らせないんじゃないかと思ってたんですよね。こんなに自由にやってて、迷惑かけるかなとか、家族ですら無理とか思ってたんですけど、まずそれと、うん、あとはですね、私今51歳で独身なんですけども、うん、30代後半ぐらいからきっと、うん、皆さんもそうかなと思うんですけど、実家の敷居がですね、だんだん高くなってくるんですよね。で最初はなんかこう、うるさい、なんか聞かれるんじゃないかなと思って嫌だなって思うんだけど、うん、その後は勝手に敷居がだんだん高くなってくんですよね、うんうん、誕生日ごとに、ああ今年も、ああ今年もみたいな、うんうん、でもうちょっと実家には帰れないみたいな、うん、設定を自分でしていくのかしてかったのか今もよくわかんないけども、まあ、そういう思いもちょっとある、うんうん、なんだけれども、うんうん、一人暮らしをしていた時に断捨離をだいたい2年ぐらいしたんですよね。で、うんうん、自分のところは別にもう物も少ないし、うん、日々断捨離をしていくっていう段階になった時に、でも実家に自分のものあるよねってずっと頭の片隅に気になってたんですよ、うん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 、で、あれを片付けない限り私の断捨離が一区切りしたってっていうことは言えないなと思って、いつか片付けたいと思ってたけど、うんうん、それを片付けるためだけに実家に帰るっていうのもないしなって思ってたんですけど、うん、ここで機会ができたので、じゃあ、うん、自分のものをここで一気に断捨離しよう、それは良かったなと思って実家に戻りました、うんうんうん、でもそんな嫌な実家にね住むわけでしょ、うん、で住みながら断捨離するわけでしょ、
抵抗勢力っていうか、ご家族はどなたがそういらっしゃっそうたんでね。すか？その時はですね、母と私でした。父はもともともう、古いタイプの人間だから、もうずっと生まれ育った時からのものを全部持っているっていう感じだったので、捨てない父に対して母は片付けたい、片付けたいって思ってたんですよね。なんだけど、父が入院して、で、その後亡くなって、で、実家の片付けプラス、その父の遺品整理をするっていうことで、母と私の断捨離が始まったんですね。私は自分のものの断捨離のほかに、実家の断捨離、遺品整理っていうのを同時進行でやることになりまあね、自分のものはシャカシャカできたんですか？した。それがですね、もういらない、もう絶対いらないんだけど、でも、その時に、やっぱり長年のものって取っておいてるわけだから、それを見ると、取っておいた時の歴史のなんかこう気持ちが、やっぱり張り付いてて、それを剥がして捨てるっていうこと、結構力がいるなと思いました。例えば、小学校の入学の時に、昔は鉛筆にお名前を彫って、プレゼントしてくれるっていうのは流行ったと思うんですけれども。で、それが、父母の結婚の時の仲人さんが、文房具一式持ってきてくれたんですよ。私、長女なので、長女の、入学に、お祝いで備ね。えて、で、これもこれもこれもっていろいろ。で、すごい可愛いお人形さんのに自分の名前が書いてあったんですけど、もったいなくて使えなかったんですあ、そう、それでそのまま取ってあったんですね。よ。そう、でもやっぱり、もうそのもったいなくて使えないっていう思いと、でも自分以外は全然価値がないから、価値がないという判断を下されてしまうのが悔しいという葛藤があって、結構ね、なかなか捨てられなかったし、もしかしたら写真を撮って、後々のブログにあげたんじゃないかなっていう記憶があるぐらい、それがすごく捨てられなかった思いがあります。ちょっと逡巡したけど、まあ結局はそれじゃ手放したってこ捨てとでますした。ね。もう、はい。他のものね、お父様のね、遺品とかも含めて、他のものは結構あれ、お母さんと協力して進めるって感じですか？そうですね。父のものは、母はまあ、大体私にお任せでした。で、私も迷ったものだけ母に確認するっていう感じで、とにかく紙が多かったのと、あとはもうずっとここに置いておかれて、すごく邪魔だって長年思っていたものがあって、でも捨てるなって母は直接父に言われてたから、やっぱりその言葉が残ってるから捨てにくいんですよね。でも私はその捨てるなっていうのは聞いてない。私が言われてないし、すごく面白いというか不思議な体験だったんですけど、あ、やっぱり血がつながってるんだなって思ったんですよ。母がどうしていいかわからないものも、私は分かったんですね。父がこれ、どのくらいの大切にしてるものか。家離れてるけど、なんとなく分かったんですね。まあ。もうね、この世にいないんだけどね。そう、お父さん、血が半分流れてるから分かるの？わかんないけどね、性格が似てるのかもしれない。思考パターンが似てるのかもしれないけど、いや、これは大事にまあ全部取っといたと、基本。だけど、これは大事に取っといた。これはそんな大事で取っておいてないっていうものは、割と判断がついたのか、そういうことに自分がしたのかもしれないんですけど、なので、すごく、それはね、やりやすかったです。ただ、もう捨てていけばいいみたいな感じで。で、母がこれは残して、たいっていうものも特になかったんですね。お父さんはこれが残してほしいんじゃないかなみたいなものを家族で話し合って、いくつか取っておくっていう感じ。お父さんのものがとにかくまあ多かったってことで、そお母う。さんのものはああ、もちろんありましあった。た。お母さんが自分で断捨離が進むっていう感じそうででしすね。た？母個人のもの、例えば洋服とか化粧品とか、そのあたりは、私も断捨離を学んで2年くらいしていたので、これはもう手を出さないと母の領域だし、あとは私も自分のものも父のものもやってたから、そこまでも手も変わらないし、それは自分でやろうっていうことになったんですけど、共有のところですよね。例えばキッチンだとか、居間だとか、誰のものでもない家族のものを、私にとっては断捨離を始めた正義を持ってる私としては、とっても多いわけですよ。だけど、母にとっては、今までこれで自分がやってきたのに、
ポッと実家に帰ってきた娘が、捨てろ捨てろとか、汚いとか、多いとか、危ないとか、なんか言うわけですよね。で、自分も片付けたいってずっと思ってたし、家に片付け本も何十冊もあったんですよ。なんだけど、私に言われて捨てるのなんて悔しいっていうところで、そこからが割と攻防戦というか、ありましたね。バトル。本当に。1年間ぐらいはバトルしたと思います。毎日す毎日。ごい。一緒に住んでて1年バトルしながら断捨離ってすっごいハードな生活ですよね。そうですね。ねただ、もともと仲が悪いわけじゃないんですよ。よく言えば、心に収めておかない家族なのあ、で、割言ったとことは言っこたことでう、全部って感じで、で、夜ご飯を食べるときにはもう、休戦みたいな感じ。まあ、すぐ元通り仲で、良まくたな翌れるっ朝て。になって、物を前に捨ててまたチーンって感じで、スタートって感じでね。そっか、もともと仲がいいっていうのがあるから、こう途中で水江ちゃんも投げ出したりとかっていうことがなくって、最後までいけたんですかね。そうですね。で、私はもう帰ってきた時に、ここは仮住まいだから、自分のものの断捨離と、あと父のものもね、大変だろうから断捨離をして、母が暮らしやすい状態になったら、もうさっさと出ていこうと思ったんですけど、コロナだったかな？まだその前かな？断捨離の、検定の1級を自宅で受けていて、山下秀子の自宅チェックを自宅で受ける、あ、実そうで家です受けるね。ことに。そう、実家とかできましたよね。山下秀子がね、家までね。なのでね、これじゃあ受からないっていうことを盾に、すごい捨ててもらったんですよね。で、お母さんに協力してもらったんだ。そう、協力したというか、半脅しっていうか。半落とし？もし、一級検定に落ちたら、それはお母さんがしてなかったせいだ、みたいな、そういうこと。このままね、明るいニートになってもいいのかって言って。あ、その頃あれだったね。無職だったんですね。あ、そうそう、無職だったんですよ。仕事も辞めて、実家に戻ってきたのであ、ね。断捨離トで、レーナーを次の仕事にしようとあ、考そうえでてた。す。で、できななかっるたほら、ど。浪人はないからっていうことでね。浪人はできませんし、ここで受からないともう大変だからっていうことで、だからこのものを捨てるか捨てないかが娘の運命にかかっているんです、みたいなるほな。どね。そうだよね。断捨離検定1級合格しないと、トレーナーにね、挑戦する道がね、開けないもんね。そうなんですよなるね。ほどね。いいお申し母訳さんなじゃいこないとでをしすまか。したが、そうなんですよ。なので、しぶしぶですけどね。しぶしぶでもやって、で、しばらくして、その時はもう本当に不機嫌ながら、きっと親の思いで捨ててくれたんだと思うんですけれども、そこから半年とか1年ぐらい経った時に、すがすがしさを実感したみたいなんですよね。お母さん自身。今までは人をこう気軽に、いつでもどうぞっていう感じでは呼べなかったんだけれども、でも、いつでもどうぞだし、不意にお客さんが来てもどうぞどうぞ上がっていってって言われて、でもう本当に何にもなくてすっきりしたお家ね、まあね、みたいな話をして、まあねってって思ったんだけど、まあそこは何も言わないでと思って。で、お母さんもだいぶ暮らし方が変わったんですね。断捨離そうみたいです後に。ね。それは良かった。こう今までは、外に出かけていても、片付いてないってことが頭にあるから、早く帰らなくちゃって思ったみたいなんですよ。別に帰って片付けするわけじゃないんだけど、でも、あ、片付いてないのに何やってるんだろう、みたいな思いがあって、ちょっと夕方になると、もうちょっと友達といたいんだけど、そわそわしちゃうっていうところがあったようなんだけど、それがなくなってみて初めて、それがすごくストレスだったんだって気づいて、で、あ、帰らなくちゃ。待って、片付いてるじゃん。あ、大丈夫、まだあと1、2時間みたいなことで、遊びに行っても、すごく楽しくて、年力でとんぼみたいな感じで、友達と遊びに行くわ、旅行に行くわ、あっち行ってきます、こっち行ってきますみたいな感じで、もう帰ってきても片付いてるっていいねっていう感じで、楽しんでます。それじゃ本当にあれなのね。空間にゆとりができたことで、まあ時間のゆとりも生まれて、気持ちにすっごいこうゆとり、余裕ができたって、そんな状態ですよね。ね、実家の断捨離、ね、ちょっとみんな、ね、お悩みの方多いんだけれど、
実際、ゆでちゃんの場合は、実家も綺麗に断捨離できたし、あと、なんか変わったことってあります？気持ちとか。そうですね。私はその実家のハードルが高かったんだけれども、それはなんていうか、自分が自立できてないっていう、うっすらとした、なんかこう、自覚というか、見たくないなっていうところがあったんですよね。で、家に帰って、その自分のものを見たときに、あ、やっぱり、こんなこともやってもらってる。これも買ってもらってる。この部屋だって、私、父がすごく嫌いだったんだけれども、ああ、この窓の大きさだって、私がこの大きさにしたいってわがまま言ってこの大きさになったんだとか、あ、これも作り付けじゃなくて、こうしてって言ったからこうなってるんだったと思って、それはですね、見たくないものを 見せつけられるというか、もうそれを飲み込まないと次にいけないので、あ、本当にお世話になってたんだなって、父に対しては思って、向こうの方が黙って見ててくれたんだなっていうふうに思うと、あと、母の方はそんなわけでバトルをしている中で、すごくやっぱりお互いの意見を言うから、私がどういう考えを持ってるかとか、あ、もうこの人未成年じゃないし、保護者としての役割はもういらないんじゃないかなって思うようなんですよね。なので、親の役目を降りたというか、母親の役目を降りたみたいな感じがあって、もうお母さん好きなことするわって感じでね。同居人じゃないけども、本当に大人と大人が住んでるっていう感じの関係性に変わったんですね。じゃあ、物が片付くだけじゃないのね。実うん。家の断捨そう。離を進めると、いろいろなことが起こるんですね。ね、関係性が変わったんでしょうね、きっと。子供と大人だったけど、大人と大人の親子の関係性になったかな。私の方はそれを通して、長い反抗期が終わったっていうか、やっとなんかこう、大人にちょっと慣れたかなみたいな感なるほどね。じがありました。すごいね。面白いって言ったらあれだけど。なんか、断捨離ってこういうことが起こるんだっていうのは、皆さんにも知っていただきたいというか、経験していただきたいですよね、ぜひね。まあもちろんね、同じことが起こるわけじゃなくて、その人によってね、何が起こるかわからないけど、物が片付くとともに、なんかあるね、きっとね。そうね。やっていたことは日々喧嘩、怒鳴り合いの喧嘩だから、いいどんことな。じゃないんですよね。だけど、やっぱり、そこを超えたから、お互いすごく腹を割ってというか、もうその後は何も話さなくても、あ、これ大事だって言うから、捨てるって聞くまでもないなとか、こんだけ捨てたんだから、もうこれは捨てなくてもいいんじゃないかなって、たり、お互いの許容範囲みたいなのが分かるようになったので、暮らしやすかったですよね。いいお話を伺いました。この書籍、洋服の断捨離を本体無料で、送料手数料550円で送らせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンのをご覧の方は、下の概要欄からお申し込みください。そして、テレビをご覧の方は、こちら QR コードからぜひお申し込みください。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。